世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は日本の皇室が国内だけでなく世界各国からも尊敬される理由についてご紹介いたします。世界で唯一無二の悠久の歴史を持ち、誰よりも平和を希求し世界各国から敬愛される日本の皇室は、これまで国際親善を通じて世界各国から尊敬の念を集める存在となりました。ジャーナリストの西川めぐみ氏は、皇室は最強の外交資産ですと述べており、皇室を外交資産たらしめているもの、それは長い歴史と伝統の蓄積と、それに立脚した上皇上皇后両陛下を中心とした皇族の人間力としています。長年サウジアラビアの中アメリカ大使を務めたバンダル・ビン・スルタン王子は、帰国後に国家安全保障会議の事務局長という重要ポストに就くことになります。彼は面会が極めて難しいことで知られていましたが、中村茂駐サウジアラビア大使は2度も指定で会い、イランとの水面下の交渉などの重要情報を得ました。そしてこの時バンダル事務局長は、通常私は外国の大使には会わないけれど日本は例外です、なぜなら日本の皇室を尊敬しているからですと述べたといいます。皇室は戦後日本の統合の象徴として日本国民から支持を得ていると国際社会では見なされています。皇室の国際的活動は個別の外交課題を一つずつ具体的に解決していくものではありませんが、そのための空気を作るような役割を果たしているのです。それではなぜ日本の皇室は世界各国から尊敬を集めるのでしょうか。戦後の皇室外交は事実上上皇と上皇后によって築かれてきました。皇室の家長として昭和天皇は来日する賓客を先頭に立ってもてなされましたが、年齢やまた戦争発動者としての責任もあって、外国訪問はアメリカとイギリスなどのヨーロッパ数カ国のみでした。この空白を埋めたのが昭和天皇の代理で各国を訪問された上皇上皇后両陛下です。1959年にご結婚され、平成末期までの約60年間お二人は体力的精神的な負担を押して世界を回り続け、来日する外国の賓客を接遇されました。政府同士の関係とは異なる局面で国同士の絆を固め、国際社会における日本の良きイメージを高めるのに貢献してきたのです。上皇上皇后両陛下のその品性は海外にも知れ渡っており、とある海外のメディアで上皇上皇后両陛下が滞在先のホテルにご到着された様子が投稿され、話題を集めていました。両陛下は滞在ホテルのスタッフ一人一人に対して丁寧にご挨拶をされ、ご到着を待っていた一般客の方々にも手を振って応えられていました。そんなお二人の振る舞いや空間の全体的な雰囲気に対する海外の反応をご紹介します。俺は天皇の姿を見るたびに神の転生だと思ってしまう。だって普通の国民にもあんなに頭を下げるんだぞ。素晴らしい様子だね。なんて素敵な日常の一場面なんだろうか。これは興味深いな。日本ではお辞儀が正しい礼儀だとされているはずだけど、お辞儀をしているのはホテルのスタッフだけ？国民も両陛下に向かってお辞儀をするよ。もちろん外国の人でも日本にいるときはそうするべきだと思う。ほとんどの人は敬意とともに眺めるだけだろうね。天皇に会える機会なんてめったにないんだから。話は少し変わるけれど、以前日本人と会った時に興味深い体験をしたよ。僕はお辞儀をしようとしたら、相手は握手をしようとしたんだ。多分彼らはできるだけ礼儀正しくしようとして、ヨーロッパ人である僕に会わせてくれようとしたんだろうね。俺が日本にいた時は基本両方やっていたね。お辞儀と握手、どっちを先にやるかで毎回迷ったけれど。天皇に遭遇するなんてめったに体験できないよね。見ているこっちが大興奮しているよ。これはすごいな。最高にクールな体験になったね。僕の日本人の友人の一人が数年前に浜辺で天皇陛下に会ったことがあるんだ。友人はその時
アフリカンドラムを使って演奏していたんだけど、それが天皇陛下の興味を引くことになった。それで護衛の人から、陛下からお声掛けがありますって伝えられて、友人はもう緊張で極限の心理状態になったらしい。でも両陛下はすごく丁寧に接してくれて、ドラムに関する情報を尋ねてくれたんだって。すごいよね。お二人の振る舞いは超一流だわ。海外での両陛下との遭遇体験など、貴重なエピソードを知ることができましたね。日本と変わらず、海外の人からも尊敬されていることがわかります。ここからは皇室の国際的活動に関する知られざるエピソードをいくつかご紹介します。まずは1921年に当時皇太子だった昭和天皇が半年間のヨーロッパ訪問をしていた際のエピソードです。昭和天皇はフランス・パリでスペイン国王アルフォンソ13世と昼食を共にしましたが、しばらくその事実は知られていませんでした。1980年に来日したアルフォンソ13世の孫ファン・カルロス1世に昭和天皇が、私はあなたのおじいさんにご馳走になったことがありますと囁いたのをきっかけに、吉川元秀スペイン大使の執念のおかげで当時の詳細が明らかになります。その後、これはスペインの公的な対外政策史の中でも引用され、両国関係の緊密化に寄与しました。次に1953年のイギリスエリザベス女王の戴冠式に当時皇太子だった上皇陛下が出席した時のエピソードです。第二次大戦終結後間もなくということもあり、日本に向けるイギリス社会の眼差しは厳しく、式で用意されたのは最も低い立場の人が座る席とされる末席でした。ところがそれを見かねて最前列の自分の席の近くに呼び寄せたのが、後にサウジアラビアの国王となるファイサル王子だったのです。その18年後の1971年、ファイサル国王は国賓として日本に招かれますが、これは戴冠式での恩義にも関係していると言われています。そして現天皇皇后両陛下の皇室外交は1994年、ご成婚後のアラブ7カ国訪問から始まります。当時、天皇皇后両陛下は男女が同席しないイスラムの慣習に基づいて別々に晩餐会に臨まれました。男性社会の中東で皇后陛下は元外交官だったキャリアを生かし、女性王族に囲まれて通訳なしで会話を和ませたといいます。アラブの女性王族の中に女性皇族が入ったのはこれが初めてで、アラブの王室と重層的な関係が作れたのは大きな意義があると評価されました。これまで日本の首相が何度訪問しても不可能だったことを、天皇が訪れることによって成し得たことは少なくありません。その大きな一例がオランダとの関係修復でした。日本人にとってオランダは風車とチューリップの国で、江戸時代から出島を通じて文物と世界の情報をもたらしてくれたという良きイメージがありますよね。しかしオランダ人の日本に対する認識は第二次大戦にありました。当時日本軍はオランダ領インドネシアを占領し、オランダ人の軍人、民間人の計約13万人を強制収容所に入れ、栄養失調や風土病などで約2万2000人が亡くなります。これは戦後特に引き上げ者に日本への恨みとして残り、1971年に昭和天皇が非公式訪問した際には、デモ隊が投げた魔法瓶で昭和天皇の乗った車の窓ガラスが割れる出来事があったほどでした。こうしたこともあって、オランダは両陛下が訪れることのできない国として最後まで残っていたのです。上皇上皇后両陛下が初めて国賓として訪れたのは日本とオランダ交流400周年の2000年のこと。最大の焦点は訪問してすぐに行う首都アムステルダムの戦没者記念塔での慰霊でした。約2500人の市民が見守り、全国にテレビ中継される中、両陛下は慰霊塔に花輪を備え黙祷をされました。長い長い黙祷でしたと、そこに居合わせた日本の外務省関係者は語っています。その夜、ベアトリクス女王主催の歓迎晩餐会で、天皇はここでも異例といえる約10分間の長い討礼のお言葉を述べます。両国の長い交流に触れ、先の大戦について
深い心の痛みを覚えますと語り、同時に両国の関係のために力を尽くした人々の努力に改めて思いをいたしますと結んだのです。そして4日間の滞在中、両陛下は様々な人と交流されました。ライデン大学では両陛下は寮の窓から手を振る女子大生たちに気がつき、足を止めて言葉を交わされ、この模様は新聞一面に写真付きで大きく掲載。また小児身体障害者施設では、女児が上皇后陛下から離れようとせず、上皇后陛下が微笑みながらその子を抱いている写真も新聞を飾りました。これらは日本に対するオランダ世論を劇的に変えることになったのです。新聞やテレビでは、天皇は外国元首と面会された、皇居宮殿で晩餐会が開かれたなど断片しか伝えられません。しかし長い伝統文化を背景にした静かな皇室外交には、人間味あふれる心の交流があり、彩り豊かな人間模様が広がっているのですね。いかがでしたでしょうか。動画をご覧の皆さんは皇室の方に遭遇されたことはありますか。また一番心に残っている皇室の活動は何ですか。ぜひコメント欄で教えてくださいね。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。